皆さんこんにちは、青葉です。今回は仙台藩一門第十席正頭川氏です。伊達分家ではないことが気になった方もいらっしゃると思います。先に言ってしまいますと、江戸初期に起きた伊達騒動時にこうあって一門に列せられたお家です。初代は白川宗弘という人物です。白川氏は白川氏と書かれている書物が多くありますが、残されている系図や伊達世親家譜では白川となっており、白川氏が正しいとしています。白川氏は歴史も古く、今回はその成り立ちから紐解いていきます。ではよろしくお願いします。白川氏は藤原氏の系譜にあり、藤原の秀里を祖先としています。下総の国結城郷にいた関係で結城氏を名乗ります。結城祐弘の時、分家として奥州白川郡に封じられ、白川城を本拠とし、白川結城氏を称します。ちなみにですが、本流の下総結城氏は豊臣時代に徳川家康の次男秀康にその名跡を継がせています。結城秀康がその人です。白川結城氏2代となる結城宗弘は南北朝時代に活躍しており、1333年新田義貞と共に鎌倉内で挙兵し幕府を滅ぼしています。その功により奥州式表彰州として東北武将を代表する義政官の地位につきます。北畠顕家が陸奥守として多賀城に下校すると、宗弘は共に奥州方面の統治を任されます。足利尊氏の反乱が起き、京都に打ち入れられると、宗弘ら奥州軍は京都に出兵、太鼓を上げ京都奪還を果たします。その後、北畠顕家、伊達行友らとともに奥州軍と懸命に戦うも、奥州軍は壊滅し、宗弘は後醍醐天皇のいる吉野の地へ逃れます。奥州軍再起のため海路を使い奥州に向かいますが、海上で遭難し知多郡篠島に漂着します。宗弘はもう一度吉野に戻ろうとするも、伊勢の地で病にかかり床に伏します。このまま病死は武士の不名誉と、宗弘は小刀で腹をかき切って自ら命を絶ちます。宗弘の子近友は宗弘生前の頃に分家を受け、小峰城を拠として小峰氏を称しています。宗弘の家督は孫の明友が継ぎますが、明友父の近友の勢力が強くなると、白川結城氏は本家の白川城より分家の白川城の方が一族を代表する形となります。近友の頃に結城氏は足利尊氏に下り、長く子孫を相次ぎ白川城主として存続します。時代が下り、最後の白川城主となる人物が結城義親です。義親は小峰氏を継いでいましたが、本家の当主が老少の折に後見人となっており、1575年に家老と諮り老少の当主を追放し、結城氏を名乗って自らが白川結城氏の当主となります。謀反の原因は不明です。北条氏、上杉氏、佐竹氏、芦名氏などとの間に交流を持ち、戦国末期を生き延び、1588年佐竹氏に従って一鳥橋の戦いや郡山合戦に従軍しますが、翌年に芦名氏が伊達政宗に滅ぼされると、佐竹氏に目利きをつけ伊達政宗と誓紙を交わし伊達氏に服属。1590年には豊臣秀吉の小田原征伐に参陣を試みるも、伊達政宗に政治され、白川結城氏は改易の浮き目に遭います。以後所領回復を願って会津の蒲生氏郷を頼るも、領土が返される様子もなく会津を流浪しています。1601年に先の伊達との政治の盟約により片倉景綱を使者として仙台に迎えられ、伊達氏の客分として厚遇され、350石と屋敷を土取りに賜っています。義親に男児がなかったため、政宗の命もあり、弟の子である白川義綱を婿養子に迎え後を継がせます。義綱も伊達氏の客分扱いとされており、白川義綱の子義実の頃に完全に伊達氏の家臣扱いとなります。在所玉造郡真山村小坪に賜り、
一族の価格に列せられています。この白川義実の夫人が芦名の方であり、今回の真坂白川氏においての重要人物となっています。芦名の方の実名は残されていませんが、一説に尾浅と呼ばれていたといいます。尾浅は二男一女の子を抱えて義実と死別します。この頃、三代藩主の綱宗が不業績ありとして幕府から失速を命ぜられています。四代藩主を継いだのがわずか2歳の亀千代でした。失速となり品川屋敷に別居となった父と母の代わりに誰が亀千代の面倒を見るのか。藩内にいる数多くの夫人から白羽の矢が立ったのが未亡人であった尾浅でした。尾浅は亀千代の乳母として養育係、養護係を務めます。梵天丸と片倉北のような関係です。亀千代の後見人の一人、伊達宗勝は仙台でその権力を振るっており、亀千代が藩主に就封してからの10年で自分の意に沿わなかった者約90人を惨殺、金庫の刑に処しています。1666年には亀千代が毒殺されかけるという事件も起きており、この油断も隙もない状況で関東の作法に備え亀千代を守り通します。亀千代は成長し、1669年に江戸で元服を迎え、綱元、後に綱村と名乗り、名君と言われる藩主となっていきます。この尾浅は歌舞伎名木仙台萩に登場する正岡のモデルとされています。伊達騒動の事件の終末後、白川義実の後を継いだ白川宗弘は母の子をあって本藩の厚い恩賞に預かり、一門の内命を賜ります。ですが宗弘は公子の人々をはばかり誇示します。数年後、一門六番座を命ぜられますが、この時も公子の上座ははばかり推しと辞退して一門十番座を廃します。ここから仙台藩一門第十席白川氏が始まります。宗弘より後を継いだ二代村近の時に正香に在所を賜り、翌年河内の正香立てに移ります。三代村弘は夫人に伊達村よりの娘を迎えています。伊達村よりは四代藩主綱村の弟で、水沢立て四五代、そして川崎立て四所代となった人物です。四代村光は早くに逝去され着手がなかったため、宮戸子立て氏三代村沖の五男村助に後を継がせます。五代村助の後を継いだ六代村優は当時白川城主であった松平定信の求めに応じ、白川家所蔵の古文書写し210通を送ります。定信はそれをもとに結城宗弘当時の居城白川城跡地に宗弘の順中を称える碑文を作っています。七代宗秀は夫人に角代石川氏十二代宗光の娘を迎えています。宗秀の隠居に伴い後を継いだ八代国近は1866年に領内付近で起きた百姓一揆の鎮圧に尽力し、1868年に起きた戊辰戦争では先祖の地である白川を守護するためいち早く白川の地に参陣します。続いて国近はこの元広と共に秋田口備えのため鬼神戸に参陣するも、仙台藩は降伏、白川氏の旧家臣たちは土着機能することになり、国近は丘陵の真山村小坪の地に移ります。ある日、屋敷が火災に遭い、家財道具などを一切収蔵していた蔵が一夜のうちに焼けてしまいます。取り巻きの家臣たちの報告で系図をはじめ家財すべて焼失したと知ります。ですがこれは偽りの報告でした。実際に蔵は焼けましたが、中の品物は焼失しておらず、取り巻き連中が計り家財一切を持ち出して売り払い、毎日酒びたりの生活を送っていたとのことです。竹からこれらの品物が見つかり明らかになりました。国近の晩年は悲惨なものだったようで、旧臣や旧領内の農家を訪れては主食を求める日々であったようです。国近の子元弘は家督を相続する前に明治維新を迎えていますが、補足でご紹介させていただきます。元弘は
1882年に白河市の遠祖結城宗広が結城神社の祭神として祀られることになると、その宮司として伊勢に赴き奉仕します。結城神社に家宝や古文書を奉納し、父国近が取り巻き連中に操られ家財を持ち出されるのを防いでいます。和歌書道に優れており、風館と応し活動しており、多くの遺品が宮城県市挟間町に残っています。晩年九神に迎えられて帰郷し、旧正方宛に居住時代に続いています。現在旧正方宛跡地の近くにある龍雲寺に半世時代の白河氏の廟所があります。また市挟間町では白河吉田夫人芦名の方慰霊のため、毎年4月29日に正岡祭りが開催されています。ご視聴ありがとうございました。今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。